つを出したいんですけど。あ、お出しですね。はい。一人息子の名前でお願いしてるのがあるんですよね。はい。ああですね。はい、じゃあこれでいいですか。あ、いえ、そうじゃなくて、これはですね、出しに来られた方の証明がいるということです。で、もうこれでもう証明ができてますので、ここに出しに来られた方の名前が必要なんです。はい。引き札をもうお持ちの時点で、身内の方がお家の時点でもう同意を受けたっていうことで大丈夫なので、はい。ただ家族関係が悪い場合、ほら勝手に持ってったとかなんとかとかありますので、それはちょっともう別として、はい、そうじゃない場合はもう自分が行くついでにね、ご家族の方に託したっていうのありますので、引き札がないとちょっとご本人に確認取ったりするんですけど、全然あれなんです。はい。もう昔はどっちかっていうと、もう七札もなくっても身内だったら出してたりしてたんですけど、なんかでもちょっとトラブルのもとなんですよね、その七札。だって本人が、七置き主さんがそれを同意したかどうかが見えないからですね。だから一応せめて七札がこういうふうにあれば大丈夫です。はい。はい、ということで、二つともお出しになられるということで。じゃあ合計で76,800円になります。ネックレスとネックレス系ですか、ね。8枚あります。はい。1,2,3,4,5,6,7,8枚ですね。はい。はい、ではすぐお出します。